さっき話してて、彼がこう加賀屋ハウス、ハウス加賀。ハウスコーです。はい。が面接に来た時に包丁を取り出したって、今ちょっと面白い話も今打ち合わせで伺ったんですけども、うん、あと作家の川上博美さんや、あの保坂和志さん、もう本当にたくさんその分野で面白い方のインタビューをされて、かついろんな方のこう表には出ないですけど、ゴーストライターもされています。でその何を多分しているかっていうと、いた子のようにですね、その人の話を聞いて、でもまあ本質の部分をこう取り出して伝えるということをお仕事にされていて、そこが評価されていらっしゃる方かなと思います。最新刊はあの本でですね、体の知性を取り戻すという、ここにあると思ってみてください。今日忘れましたが、あの講談写真書でですね、もう今100万部ぐらい売れてるんですけど、100分の1ぐらい売れてる、100分の1ぐらい売れている。でこれもあのユンさんずっと古武術をされていて、その体ってみんな小さく前習いとかこう気をつけとかって、社会がどういうふうにしろっていうので、すごく、あ、さすが、ありがとうございます。こちらですね、あの書いてます、あなたの体に眠っている能力をどう引き出すか、体の知性を取り戻す。そのあまりにもみんなこう無自覚に社会の言う通りになっていて、体の力っていうのを完全に生かせてないじゃないかと、そこをどうやったら取り戻せるかというのにアクセスする、同じこう、それもね、体の声を聞くというか、そこの本質どうやったら生かせるかっていうのをずっとあの探ってらっしゃる方だと思います。でそのユウさんにですね、今日は神戸の声を聞いていただき、はい、あのなんかちょっとこういう話したらいた子っぽい感じになっちゃいますけど、怪しい会ではないですよ。あの私たちが知らないこう神戸のことをから伺いたいなと思います。ユウさんは今44です。今度5位になります。お生まれが1970年ちょうど で、あの岡本、阪急岡本の駅の上に岡本梅林公園というのがありまして、そのさらに上の方で生まれられてちょっと育ちました。はい。その時の神戸って私全然想像つかないんですけど、はい、どんな感じなんでしょうか。皆さん基本的には神戸の方なんですか。あ、神戸の方は限らない、半分ぐらいですね。はい。僕が生まれた1970年っていうのはやっぱりあの右肩上がりの時代で、すごい発展した時代なんですが、80年まで、81年か、フォートピア博覧会でしたっけっていうのがあったんですけど、うん、その当時の神戸って山を海に行くっていう合言葉で、山を切り崩してそこで土造成をして、その余った土を海に埋め立てて、その何ですか、人工的な島を作るみたいなことを計画してたんですけど、その、まあ、イケイケの時代だったわけですよ。でポートアイランドとかできたのがその時代ということなんですね。81年ですね。で、まあ、発展はしている一方で、皆さんご存知のように、その神戸ってもともと港湾、その山口運輸がディレクターを呼んだそのダークな面もあって、うん、その町って結構混沌としてたんですよ昔は、うん、であの今のそごう その向かいにある立教ってあるじゃないですか、うん、あれ70年代で結構僕らはおこじきさんって言ったんですけど、その立教の上に結構こじきに、古事記の方っていう意味です、古事記ですね、はい、が何人かいて、本当漫画で見たようなその空き缶を置いて、うん、こう頭を下げてっていう感じの、普通にそういう人がいたんですけど、うん、それが81年を境にいなくなったんですよ、うん、で昔は南京町も、うん、すごくこうわいざつな感じで、うん、僕犬の肉食べたことあるんですけど、南京町で、あのそういう感じのとこだったんですよ、うん、昔は、うん、なんかちょっと暗いしジムジムした感じが神戸の街であったんですけど、うん、でもそういうのはだんだん消えていく時代でしたね、うん、あれあの南京町ってもう今観光スポットになってるあそこですよね、中華街ですよね、もっとこう土地の人っていうか本当にこう中華系の人が生活をしていたっていう場所を、ね、母がその当時まだそのごま油とかそういう中華食品が普通のスーパーで手に入らない時代は、うん、南京町に行って一緒に買い物に行ったっていう思い出があります、ね、やっぱり匂いがありましたよね、やっぱり独特の、ね、はい、そういえば今街でこう匂いがするところってなかなかないですよね、うん、南京町の匂いがあり、まあ、岡本のあたりは岡本の匂いがあり、うん、まあ、無色無臭みたいな、うん、僕が住んでたとこはあの隣がインド人で、ドイツ人でベルギー人がいるみたいなところだったんですけど、うん、あのまあ、そこはそこでまた面白い部分があったんですけど、どちらかというとその南京町とか三宮で感じたような、うん、そういうとこはなかったですね。
ほんのでもお住まいのところからこう南京町とか行くときにちょっとまあ別の文化に行く、別の世界に行くような、どこら辺でこう境目ってなるんですか、そのまずその何に乗るかによって決まるわけですよ、阪急なのか JR なのか阪神なのかっていう、うんうん、震災の時にはめちゃくちゃ露骨でしたけど、つまり経済的な要素でも3要素ってあるわけですよね。だからあのどの路線に乗るかによってその雰囲気が全然違うっていう。阪急の子でしょ。阪急の子ですいやらしいですね、なかなか阪急だと阪急の元町に出て、まあ、降りていくそうですね。あの私神戸に住んで、私は神戸まだ4年5年目なのであれなんですけど、びっくりしたのが、まあ、横にも違うけど、もっと縦の方で本当に文化が違うというかね、住み分けというかがされているっていうでしたけど、その岡本のあたりからまっすぐ南に降りていくと、はい、住吉、魚崎、まあ、住吉とか魚崎とかあって、うん、そっちってどんな感じでした？なんて言ったらいいんでしょうね、うん、あの神戸っていいイメージあるし、みんな兵庫県出身って言わずに神戸って言うじゃないですか。そうですね。そうですね。で、なんかこう綺麗なイメージあるんですけど、僕の印象ではやっぱりね、すごいこう、ネガティブなものをすごく抱えてて、やっぱり差別もすごく激しくあったし、でそういうのがうまくこうカモフラージュされてるんですけど、今はどうかわからないんですけど、川を離れて川一本挟んだ向こう側の言葉がちょっと違うとか、そういうの結構あったんですよ、グラデーションが。でうちはまあ名前の通りこう韓国人じゃないですか、で韓国人なんだけど、あのうちの母親とかがですね、川向こうのこと遊んじゃダメですとか言うわけですよ。でどの口が言ってるんだって話じゃないですか。お前差別されてるくせによくっていうことも子供心に感じたんですけど、そういう土地 のグラデーションがまだあって、でも多分それは震災を機になんかちょっと変わったっていうのが印象ありますね。じゃあこうコートピアで、まあ、その表面的なこう生活だけの街から観光で、まあね、表面的にきれいに小敷さんがいなくなるみたいなのがあって、震災でもう一つその元々あった暮らしの新しさが変わったっていう感じ。昔あのさっきの打ち合わせでありましたけど、松陰軍人って皆さんご存知ですかね。白衣着て、まあ、あの戦争で手足を失った人がいて、お祭りの時には必ずそういう人たちが現れて、あのアコーディオンとか弾いたりして、お金を、まあ、恵んでくださいみたいな感じの人たちがいて、そういう戦争の後もあったし、いろんなこう階層の人がいたっていうのは、匂いとかは雰囲気とかありましたね。まだまだで結構あの差別なんかもえげつないっていうのがありましたけども、でも周りは外国の方もまあいっぱいで、ユンスさん、ご自身は差別されたってことは、はい、僕はまあありましたけど、その大したことじゃないんですけど、うちの父親なんかもいろいろあったみたいですけどね。3世になられるんですよね、うん、まあでもどこの世界でもあることだって感じですね。で神戸、まあ、あのユンさんその後ちょっとあのあの神戸に23歳までおいでになって、であの大学が感覚と関大がまだ区別がつかないですが、感覚の哲学科に行かれたのでも全く就職がないと、しかも1年留年されたので、もうまさに就職氷河期の第1回に見事に入ったという、本当に運が悪い方でいらっしゃって、次に運の悪さであのインドの話を伺ってよろしいですか。あの僕はなんであのわざわざ留年したことによって就職氷河期大臣にエントリーしたかっていうと、僕はあの青春のエローゼを患ってまして、大学休学してインドに行ったんですけど、ノローゼっぽいですね、大学休学してインドっていう哲学で、そのインド行っていろいろトラブルがあって、あの紛争地帯に巻き込まれたりとかしたんですけど、最終的には向こうであの病気になってですね、入院したんですよ。で脳悪炎になったんですけど、でたまたま知り合ったイギリス人にいい病院があるからって、最初は国立病院つもりだったんですけど、いい病院あるぞって言われて行ったところが金持ちが行く病院 で僕保険入らずに行ったので、1週間入院したら日本円で15万ぐらい請求されて、でそのお金がないから、あの点滴 この注射が入った状態で、携帯電話ない時代ですから、国際電話局みたいなところに歩いて行って、で電話コレクトコールで親にようやくつながって電話を受けて、お金がないから送ってくれって親父に言ったら、あのその日が本当に株価が大暴落した、そのバブル崩壊の日で、ブラックマンデーで、お前にやる金がないどころか家が抵当に入るかもしれないみたいなことを国際連合に知らされたっていう岡本のバイリングの素敵な邸宅が抵当に入る、
脳膜炎とかじゃないと。で、医者に帰ったら必ずお金払うからって言って帰ってきました。1月、そうですね、バブルが弾けた日ですね。あの、ご実家は、ラッピング包装の、まあ、同じ事業をされてて。ケーキとかの、包装資材を扱っている、あの、今は潰れましたけど、フーケとか、アンテノールとか、アンリシャルパンティ、アンリシャルパンティとか、昔あったあの、ハイジとか、っていうようなところで取引してました。お坊ちゃん。お坊ちゃんだ。お坊ちゃんね、その日まで。その日までは。その日までお坊ちゃん。バブルが弾けた日に転落っていう。はい、すごくこう、ね、阪神館のね、こう、ささめきとかもありますけど、この、こう平和なね、あの、上流階級からこう、厳しくなって、現代に行くところをこう、お一人で体現されているような方かなと思うんですけど。ささめ焼き文化みたいなのあったんですか？だからなんか要するに阪急沿線 の、 あの西宮から三宮まで見かけのあたりまでの感じってもろにそういうじゃないですか。そのあの要するに宅地開発をして、遊園地とか温泉を開発して、その間のなんかそのデパートとかもターミナルステーションを作るみたいになって、西武が真似しましたけど、あの小林静が作った仕掛けじゃないですか。あの阪急の、そうですね、そのもろにあの最後の斬新みたいなことですね。私は今もまだでも残ってます。たまに行かれます。かろうじて残ってるんですかね、そういうのって。じゃあ後ほど皆さんにここにいらっしゃる方に、あの23歳までユンさんこちらにいらっしゃって、だから震災はもう東京に行かれて何年？震災は、当日僕その通り、今報道ステーションですけど、その前にニュースステーション時代の下請け会社にいて、徹夜明けにテレビ見たら、なんか家の近くが煙に包まれてるみたいな風景を見て、次の日に帰りました。あ、そうなんですね。その時、東京に、なんかね、あの、哲学家って言っても、まあ、もう仕事はない、しかも就職氷河期だっていうので、東京でうろうろされていて。はい。一応就職したんですけど、あ、そうだった。就職して、パチンコ屋に勤めてました。うん、で、パチンコしたことないのに。だから3ヶ月で辞めたんですけど。で震災をご覧になって、はい、翌日に帰ってもう送ってたんですか？京都までは新幹線で、その後西宮北口まで出て、そこから歩いて帰りました。どれぐらいかかるんですか？3、4時間歩いたぐらいですけどね。とにかくもうなんか内臓破裂って感じですよね。街全体がもうすごかったですね。あれはビルがこけるって想像できないじゃないですか。うちの兄はその当時あの現場の仕事だったんですけど、建設 の、はい、その高速道路の作り方は分かるけど、壊し方が分かんないって言いますよね。だから結構時間かかったって言ってますね、壊すのに。あ、そうなんですか。その壊し方のマニュアルがない、あの、私あの時知らない、私は大学生で東京にいたんですけども、なんか一番覚えてるのってやっぱり高速道路がこう倒れてる、あれその後どういう、まあ、細かく壊していったんでしょうけどね。それが分からない、分からなかったって言いましたね。あ、それで、まあ、あのご家族の方は、まあ、無事でした、はい、で上の方、岡本のあれ、全然問題なかったんですよね。でも上から下がガッと内臓破裂、ふもとのあたりからとにかくすごかったっていう印象ですね。もう、で街が壊れるっていうのって経験したことないんで、なんだけど、あの淀川を越えると普通の生活だってるんですよ。びっくりするぐらい。だからお米を買いにも大阪に淀川越えたら募金活動をやってて、募金の箱をぐいっと目の前にこう渡されたことがあって、それを僕神戸から来たんだけどと思ったんですけど、とにかく驚くぐらいに普通の生活で、その落差にびっくりしたっていう思いがありますね。本当に、ね、今回のも言われる、あの東日本震災との違いでも言われてる、あれはもうとにかく広範囲だったのと、神戸っていうのは局地的に本当に壊れてましたね。本当に内臓破裂っていうのはそこら辺なのかもしれない。何かその時こう思われたこととか、こう思い出されたあれはもうないのかとか、どういう感じなんでしょうね。私想像つかないんですけども、ずっと23年育ってこられたお町で、やっぱりでもその時の僕の物見方がやっぱり狭かったので、自分の思い出の町がなくなってっていうことのなんかこう寂しさぐらいしかなくて、町が壊れて新しくこう何か違う生き方とかっていうことまで全然思いつかなくてですね、つまりなんかインフラも他人任せで、自分でどこに行って水を手に入れているかわかんないみたいな、他人任せで行ってこれたっていうことの甘さっていうことに気づかなかったんですよね。
でもその東に 3.11 の時はやっぱり気がついたんですよ、はい、これじゃダメだ。ユンさんその後ずっと東京にいらっしゃって 3.11 があって今度移住されるんですよね、はい、3.11 の時に気づかれたっていうのは、いや、やっぱり、うん、なんていうか、うん、一番今でも思い出す光景はそのまず新宿にいたんですけど、はい、でま、みんななぜかわからないけど新宿駅に集まってくるんです、うん、で電車動きませんってアナウンスしてるんですけど、うん、続々集まってきて、うん、で何するかって言ったら、うん、そこに居続けるんですよ、うん、みんな。で、うん、僕そこにいてもしょうがないから僕歩き始めたんですけど、うん、そのことと翌日に皆さん報道で見たと思うんですけど、会社勤めに、ね、その出勤する人たちの群れを見て、うん、報道は何と言ったかっていうと非常に冷静だと、うん、誰も見た時に、うん、そうじゃないと、うん、これは習慣から離れなくなってるだけで自分の何を優先すべきかっていうことを判断つかなくなってるっていうので怖くなったんですよ、それ、うんうん、とりあえず小さく前になれって言われたらやっちゃうみたいな感じですよね。やっちゃうみたいな、うん、で自分で判断できなくなってるってこれ恐ろしいことだなと思って、うん、でとにかくその東京って面白い街なんですけど刺激もあるんだけど、うん、ちょっとここであんまりその夢みたいな生活っていうのを見つけた方がいいなと思って、うん、で移住先をまあちょっと考えようと。この、ね、違和感ってすごくその私は生きる知恵と力を高めるっていう学びをやろうとしていて、それで通じて知り合ったんですけれども、何かが違うよねっていうのはやっぱり体を使ってると分かるのかなっていうのがあって、ユンさん東京にいらっしゃる間ずっと今野義則さんの他の古武術の道場に行かれてて、1冊目の本がフローなんです。1冊目の本がここにあると思ってくださいね。大きい水色のフローという本がありまして、皆さん今野義則さん知ってるんですか？キャトンって感じですね。今野義則さんのキャッチャーじゃないピッチャーの桑田真澄さんが故障した後に復活を支えたっていうことで有名な古武術家さんで、古武術家っていうのはそのよくアスリートとかだとこう筋肉をね鍛えてパフォーマンス上げるぞっていう人が多いんだけど、そうじゃなくって体の使い方っていうのを変えていけば、古武術っていうのはそのね江戸時代もっと昔にやってたような使い方なので、体の使い方を変えればパフォーマンスっていうのは上がるよ。この間同じような何て言っていいのかな、中国武術で三子意見というのがありまして、その三岡先生という方にお話を聞いていたら、米俵今60キロですよね、みんな持てないからスーパー行くと大体もう10キロですらなくって5キロになって3キロになってもう1キロパックみたいになってるけど、もともとどうして1キロが60キロだったかって言ったら持ちやすい大きさだったらしい、人間60キロぐらいがちょうど持ちやすかった。でも昔の人の体は全然ちっちゃくって今より使い方の問題じゃないですか、ね、そうです。コブルスって聞いて分かんない人もいると思うんですけど、例えば皆さん今腰っていう腰って聞いたらどこを指します？どこ？ここです。じゃないですか、それウエストなんですよ、うん、で腰ってどこかって言ったらここなんですよ。僕も最近気づいたんですよ。どこここです。こっちも見せて。ここ肩骨のあたり？ここら辺も腰っていうんですよ。ここはウエストなんですよ。でだからその腰を入れるって言った時に僕ら分かんなくなってるんですよ。でつまり古武術ってその昔の武術ってことは当時の現代じゃないですか、うん、で当時の現代の日本人は腰はここだったんですけど、僕らは今ここだって言ってるように、うん、言葉とまず体が一致しなくなってるし、腰を入れるっていう体感があったから、うん、新島八重っていうのもね、コンビニの2号、飾れる子で、あ、そうだったんですね、ぐらい怪力だったんですけど、うん、でもそれが普通にみんなできたんですけど、うん、僕らはその、まず体がバラバラにパーツで見るでしょ、ウエストをこうくびれさすためのトレーニングとか、うん、いろいろあるじゃないですか、うん、そうやって捉えることで、アブフリックスみたいな、その動かし方も全然近代人と変わってるわけです、うん、で、まあ、これは河野さんの説ですけど、昔はその怪力によって手の置き所も違ったと。で武士は出かけるときは、まあ、左はこう立つ刀に添え、右は扇子を持つとか、で商人の場合は、うん、何したっけ、前掛け、はい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 、手を入れるとか、うんうん、基本的に手は見せないと、うん、でそういうのは昔は決まってたんだけど、うん、まあ、現代人はその手持ち無沙汰っていうか、はい、どこに置いていいか分かんない、うんうん、でフレキシブルに洋服って特にこう動きすぎるんで、うん、制約が分かんないから、うん、これ着物着るともう大変なことになる、着崩れて浴衣でも分かると思うんですけど、うんうん、っていうようなことも探求されている方ですね。
で、あのそのフローという本は、漢詩編、僕がやってる中国武術なんですけどね、まあ、うん、そういう体のことに興味があって、つまりその分かりやすく言うと、その今の人、ま、僕も今の人ですけどあんまそんな感じですね熱いものに触れた時に、はい、熱いって考えてから手を離す人いないでしょ、うん、で、この、これを持つ時に何グラムか予想してから持つ人いないじゃないですか、うんうん、っていうぐらいの人間はそういう高度な計算をやってるんですけど、うん、だけど今逆転してやっぱり予測してからやった方がいいみたいな世界になってるでしょ、そのリスクを減らすために、うん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 、だけどそのブルースやるといいのは、予測が立たないっていうことを知らされることが一番面白いんですよ、うん、スポーツが悪いわけじゃないんですけど、スポーツってある程度その反復したりとか予測を立てることでこうシミュレーションできるんですけど、ブルースでシミュレーションしたら必ず相手は自分の予測を裏切ることを必ずやってくるので、こっちも攻めるときもその相手が嫌がることをやるので、その約束事が通じないっていう世界なので、自分の感覚 この感度を上げていくしかないんですけど、古武術って本当に約束事型とかがないんですよ、ね、小室さんやってるのはそうですよ、今度その吉典さんっていう古武術の第一人者が、今もなんかタモリが一番尊敬する人って言ったり、市川海老蔵が会いたい人って言ったり、うん、ね、何回かのブレイク飽きてるんですけど、その東京の道場にユンさんがでもいらっしゃった頃って、門人というか一緒に稽古をしてた人が2、3人って大体マンツーマンが多いです河野先生とね、で本当にね、何するか分かんない人なんですよ、これしたらこれだから、これだん、ちょっと持ってみたいな、まあ天才っていうかそういう人にありがちで、そのなんか人に説明することができない人なんですね、まあ、そういう人のもとで稽古して、とにかくなんか人間の体感っていうのはすごい可能性があるんだなっていうことを知らされて、そういうのを考えてたって感じるようになって、うん、た時に、まあ、震災が起きて、うん、じゃあどうするかみたいなことで、どうしました、ね、で最初神戸実家がまだあったんで帰ろうかなと思ったんですけど、うん、半年に一度こう神戸帰ってくるたびにやっぱり幻滅をすることが多くて、うん、っていうのは、うん、すごいやらせてくれたんですよ、もうなんかここね、神戸のみんなどう幻滅してるのかを、つまりですね、はい、震災あったくせにって言ったらいいんですけどタワーマンションボコボコ建ってるじゃないですか、おかしいんだろうと。で、僕は建築家の人に何度か取材したことがあって、彼ら口を揃えてタワーマンションっていうのは将来の大変なことになると言ってるんですよ、上の方は金持ちが買うけど、うん、真ん中の方はとにかくもうお金が返せなくなっていろんな理由で空いてしまうし、その都市の中のスラム化するっていうのはおそらくっていう感じで言ってるんですけど、なんでやめないかって言ったら、昔は宅地開発は町ごと作って、うん、やってたんですが、それは、リターンが入るまでに時間がかかると、うん、タワーマンションは比較的短期間のうちに回収することができるっていう理由でボコボコ垂れてるっていうんですよ、でそれはデベロッパーも分かってるっていうんですよ、でも捨てる覚悟でっていう、その使い捨て、とにかく作り続けることで現金が入ってくるっていう、そう、はい、なんか育ってるみたいな感覚はない、んその街を育てるみたいな、なんか小林さんとかさ、まあ、言ってはいるんですけど、ね、うんうん、作ってたけど、でも裏側の人っていうか中の人たちはそんなこと思ってないんですよ、やっぱり、うん、でそういうタワーマンションがいっぱい建ってる風景を見た時に、うん、なんかやっぱり神戸よりももうちょっと違うところに行った方がいいかなと思って、うん、で僕雑誌の仕事もあって、昔皆さん実話時代って知ってます、うん、知ってるんですか、うん、タイトルヤクザ世界のクオリティマガジンですヤクザ業界のロッキンオンジャパンって言われてるんですけどそこで僕ちょっと仕事やってて、十、うん、何年前に一度九州に住んで、で東京だともう原宿とか代官山っていうところがある、うん、町が、うん、その町が町としてあるでしょう、うん、でも九州行った時に例えば熊本に行くと、うん、元町みたいな人がいるんですよ元町みたいな人、あとはその、何ですか、あそこ何でしたっけ、うん、そこの高架下、はい、高架下っぽい人がいるんですよそれどういうことかっていうと、はい、今日まあちょっと説明するために来てきたんですけど、これ僕この服熊本で買ったんですけど、うん、その熊本のショップの人はもう今ファストファッションとかで服がもう作らなくてもいい時代で、
新しく作るんじゃなくてもうリメイクっていうかありもので作ればいいんじゃないかっていう発想で店を作ってる人なんですけど、あのこっちが江戸時代の布でこれが明治の布なんですけど、シャツを作ってる人ですげえおしゃれなんですよ、うん、なんだけど、うん、そのショップの1階は熊本ですから、こう馬刺し馬食べたんですけど巨大な上りで馬刺しありますっていうような、あの店の2階に行くと急にガラッと雰囲気が変わってこういう店をやってる人がいるんですよ、うん、だからなんか代官山っぽい人なんですよ馬刺しの2階は、うん、でもそれは Google マップになると出てこないんですよ、その情報が。そこに行ってあの人に聞きましたとか、うん、その街みたいな人を訪ね歩くことで街が作られてるっていうことを、うん、入り口ってどこなんですか、 Google マップに出てこない街みたいな人にたどり着く。やっぱりそれ紹介してくれた人がいて、あそこの店やばいみたいな好きそうだから言ったら本当にすげえと思って、うん、でまた今度ここ行くといいみたいな感じで転々としてあって、今まで僕はそのお金を払ってその代官山に行って、うん、おしゃれっぽいとか、やっぱりこうブルーボトルコフ行ってみたいなとかあるじゃないですか、その段のとかあるんだけど、うん、そうじゃなくてなんか独自に街っぽいことをやってる人がいるっていうことを知った時に、うん、新しいなと思ったんですよ、すごい、うんでこういうモーブメントに僕もなんか参加したいみたいな、そのミーハーなん でじゃあこれ東京引き払おうと思って東京にいると地方で面白い、私の地方でこれでも長崎ではダジャレが滑ったことないよというね、かなちゃんと言われて18年過ごしたんですけどね、だったんですよ。いや東京行くとそのそこそこ面白い人たちがこう群れとなって、じゃあジュリアナ、まあね、ジュリアナ行ったりもしてたけど、なんかバンカーな、ここはやっぱりね、下北の古着屋でとかって本当に何かの型に回収されちゃうというか、あ向こうに行くとその中の一人になっちゃうなっていうのはすごくあって、でその田舎に行くとそんなとこにもこうね、あのこう東京とかなんか全然興味なかった人が異常な個性を持ったまま、だからその淘汰されてると思うんですよ、その人が異常な個性を発揮してるってことは、うん、あのすごい屍があると思うんですよそうね、だから半端じゃないパワーがないとやっていけないと思うんですけど、うん、なんかね、何やって食べてるか分かんない人が結構いるんですよ。ああ、何やって食べてるか分かんない人ね。分かんない人が結構いて、うん、シュッとしてないんですよ、全員。やっぱり、はい、なんかゴツゴツしてるんですよ。うん、でも、やっぱり、どっこい生きてるっていうか、うん、そういう感じ。あの、一人知り合った鉄工所でアーティストの人がいるんですけど、うん、鉄工所でアーティストの人、アーティストで、その人のなんかパーティーっていうか、はい、まあ、その作品を作ったっていうお披露目パーティーみたいなのがあったときに、うん、ケータリングでマリネを出てきたときに、うん、隣でバーベキューもやったんで、うん、マリネを全部焼肉のタレにつけて、うまいうまいって言ってたんですけど、とにかくなんかよくわかんないパワーがあって、一周されないですね、それはね。ガス止められたとか、なんか女房握られたとか、そういう感じですけど、作るものがすげえみたいな。そんな人になろうと。そんな人がゴロゴロ。で、あ、生きていけるんだなっていう、うん、都会っ子になっていた、そのもともとね、阪急で育ったお坊ちゃんで、はい、その後、まあ、東京でもこんな俺だけど希望の中で生きていたよっていう人を九州は、そうです、だから、つまり自宅と会社を通勤っていう感じで往復するのが人生だっていうふうに僕もどっかで思ってたんですけど、うん、あの神戸の昔見たよくわかんない人たち、うん、反して甲子園に行くその道すがらのあのよくわかんないおじさんとかがよくわかんないと思うあの人も含めてやっぱり生きてるってことなんだなってことを改めて思い出された時に、うん、やっぱりこの電車と会社を行き来する人生って、うん、まあそれも面白いと思うんですけど、うんうんうん、まあ、それだけじゃない道がやっぱあったなっていうことをこうね知らされて、じゃあどっちに自分は乗るかって言った時に、うん、あのやっぱり通勤今更ね就職もできないし、ね、違うコースを行った方がいいなっていうのと、うん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 、さっきねおっしゃってたあの神戸の震災の時にあの考えが浅くて思い出の街がなくなったってしか思わなかったって言われたのが本当に次の震災があって、その後その実質の街というか生きるというか暮らしというかの形っていうのがドッとちょっとしたリアリティ持って出てこられた、はい、なんかそのあたりって、うん、あのあたりぐらいからこうなんか、うん、里山資本主義じゃないですけど、そういう感じの話題って、
働き方とか、うん、仕事とかいうことに関する本とかも出てきた時代じゃないですか、うん、そうですね、そういうのもあったと思うんですけど、うん、なんか私もあの、ね、ここ皆さんご存知のようにあのアインショップさんがしていて、このアインショップさんが何をしているかっていうと、あの 巻き割りのワークショップというのをすごく大事にしてらっしゃるので、明日はあのマヤさんで巻きストーブという巻き割りをしながらというイベントが始まるんですけど、この岡本さんがあのこちらにいらっしゃいますけど、巻き割りを始めたきっかけもこの東日本の大震災でしたもんね、現地に入られて。でさっきちょうどキーワードが出たんですけど、あのどっこい生きてるって言われたんですよね。で岡本さんがちょっと入って、私もちょっと支援あのお邪魔させて、直接は言ってないです、あの関わらせていただいたのが南三陸町の、ババ中山地区宇多津半島ですねっていうあの孤立集落になってしまって、もう道路が寸断されて入れないところに、岡本さん多分そういうところが一番支援必要だからっていうので、もうバイクで行かれて現地に入って、ね、ずっと滞在して、で巻き割りを教えてきた。その経験があって加古川に戻られて巻き割りの何て言うんですかね、活動を始めたという感じですね。やっぱりその阪神の阪神ちゃうわ、東日本大震災がきっかけでそういうこう暮らしとかっていうなんかが出てきたという感じはされます、岡本さんも。とかその一人で街みたいな変な人が生き方とかっていうのがいろんなのに回収されないようなね、通勤だけが人生じゃないみたいなのがこう表に出てきたというか、ぐらいずっともういつメルトダウンで爆発かみたいなのやったやん、あの時に、うん、あの東京の自由学にアインショップがありましたね、はい、で僕はもう彼女がアルバイトのバック転職いつ脱出してもええように準備しとけよって言ったんですけど、あの店の頃はね、うん、僕に電話かけてきて、うん、いうことには周りの店が開けてるんで、うん、お店開けたいんですよ。あ、それでね、さっきユウ、うん、さんと話してたのは、うん、なんていうの、同調圧力なんですね、うん、なんか周りに合わせちゃうっていうね、うん、そういう話してたんですけどね、うん、そういうのを見てて怖い、怖いなと思った人はたくさんいたでしょうね、うん、やっぱりあの人数の多さが同調圧力の強さにもなるのかしら。やっぱりそのサイクルを回し続けないといけないっていうのがあるんだと思うんですけど、まあ、それながら僕もあの震災1週間後に来た仕事が、はい、ゴールデンウィークでその日本 の、 その森林とかを巡ろうみたいな企画の本を依頼が来て、はい、各地方都市 の、 その観光課に、うん、例えば何だろうな、菊池渓谷の、うん、とか青森の十和田湖の写真をくださいとか、はい、そのゴールデンウィーク一体誰がね、今この時期に行くかっていう企画の本がもう企画通ったからやりますっていうことでオファー受けたんですけど、うん、やりながらなんだこれと思って、うん、止められないんですよね、やっぱりね、うんうんうん、そのどっちの現実が大事かっていう時に地面揺れてる方がリアルなんだけど、うん、でもその飯を食うっていうことに関しては、はい、そのリアルじゃないですか仕事、うんうん、でも本当のリアルってどっちかって言った時にやっぱり、うん、この瞬間にね、そのやばくなったら逃げるって方が正解だと思うんですけど、うんうん、やっぱ都市の力ってすごいんですよね、そこにすごいマトリックス、うん、サイクルに乗り続けていないともう食えない、 そっちがリアルに見えてしまうっていう、うん、だって家買っちゃったんだもんって言われたらもう何にも言えないですよ、30年ローンだしっていう、うん、朝が逃げらんない、いまだにね言うんですよ、その僕の友達で、うん、あの子供が生まれて、うん、僕もわからないですよ。もう問題ないかもしれないですけど、うん、彼女自身は不安だと、うん、やっぱり逃げた方が良かったのかなって言うんですよ、うんうんうん、なんか、ね、よくわかんない情報どっちもあるでしょ、うん、もう大丈夫だって言うと、やっぱそれでも心配だ、うん、で結局それを決めるのは自分で、僕の場合は、うん、あの当時本当わかんなかったから、わかんない時に何するかって言ったら離れた方が一番賢明だなと思ったんで離れただけなんですよ、うん、それ体、生身の体がある人間としてまあ。
多分一番その優先順位のつけ方としては、だってもう東電の言ってることってもう分かんないじゃないですか、うん、で情報がもう小刻みで編集されまくって、うん、あの今だから言えますけどみたいなことを言ってるし、うん、言ってますね。昨日もなんか某総理とかがすごいこと言ってましたね。そういう時できることって逃げることぐらいなんで、うん、それでも本州すら逃げて福岡に、まあ、違うとこ行ってみようと思って、ね、違うとこ行ってみよう、そうそうか。皆さん九州行かれたことってありますかね。あ、そうそう、私も長崎出身で18まで行ったので、ね、日本って本当に様々だなと思って、うん、九州って大和じゃないですよ全然違う僕神戸住んでた時とかもう京都にもみじの季節とか行くじゃないですか、うん、切なくなるわけですよ、うん、僕東京住んでた時にこの千駄木っていうすごく素敵な町で、はい、漱石とか大貝も住んでたところなんですけど、うん、震災なかったらずっと住みたかった町なんですけど、うん、谷中霊園っていうすごい大きな お墓があって徳川慶喜の墓とかもあるんですけど、うん、そこのメインストリート、お別れメインストリートって変ですけど、メインストリートって、春になるともう桜が狂い咲きするんですよ、うん、でそこを毎年行くたびになんかちょっとこうハラハラとこう泣くみたいな、ね、はいはい、あったんですけど、うん、九州でね、もみじ見てもね、桜見てもね、何も感動しないんですよなんでかって言ったら、緑が強すぎるんですよ。でその、物の哀れ感じないんです、全然、うん、ね、大和的な感性じゃないんですよ、うん、ね、全然これね、まあ、私知ってる人だったらそうかって思ってもらって行ってみてください、そう、ね、はい、全然違います。こういうわびさびが分かんない人間ばっかりなんですよ、だからそこはねもうハラハラとかホロホロとか分かんない、全然なくて、日々とか、うん、で面白いのは、うん、あの鹿児島行ったら、うん、これ、ね、僕だけかな、絶対感じると思うんですけど、明治時代作るに燃え尽きた感がものすごい本当なんです燃え尽きたなっていう灰になってるって感じなんですよ。桜島までところが熊本に行くと、彼らはやっぱりね、内毛はあったから、こう乗り切れなかった近代にこう乗り切れなかったっていう苛立ちがね、すごいあるんですよ。でも外から見るとその神戸ってまあおしゃれですよねって言われますよね大変ねでもそれはどう、本当にそんなおしゃれなのかとかもわからない、ブランなんかイメージはすごい変わりますよね。時々今でもあれなんですよ、その西村コーヒー日曜日に行くと、はい、おばあさん、お母さん、娘の3人のなんかいい感じの会話あるでしょ、うん、なんか大丸で買い物してみたいな、うんうんうん、うんってあると思うんですけどそういうあれがもう最後の阪神間モダニズムの残影みたいな、もうあそこがなくなるとあとはイメージだけが残ってるかなっていう感じ、なんかあのささみ焼きっぽいちょっとした雰囲気ありますよね。ささみ焼きってあれでも結構前ですよね、もうね、まだいぶ前ですよね、だいぶ前ですよ、70、80年前でしょ、うん、あのおばあちゃんたちが死んだら終わりと思うと、もうそこそこ終わり感がありますよね、うん、ポートピアなんそういうのがあって、ポートピアってささみ焼きより後ですよね。めっちゃ後です、ね、そうですよね、つい最近です私長崎から来てるんですよ、ポートピアの、はい、あの父が船乗りだったので神戸の港だったので、でも私が見たのは綺麗な神戸で、その時に天王寺動物園に親が連れて行ってくれた向こう風呂車がいっぱいいて、長崎で風呂車見たことなかったので、おお、動物園のこと何も覚えてないんですけど、その動物園の周りのことしか覚えてない。でも神戸にはもうそれがなかったんですよね。だから天王寺で覚えてて、で震災で感じして、でタワーマンションばっかりが建って、なんかあんま救いがない感じですけどねいやどうなんですかね、だから僕は逆に知りたいんです、その神戸のこの可能性っていうのは、うん、でもともとその神戸が前ね話してた時もちょっと出たんですけど、そのこう九州みたいに乗り遅れたところ強いんですよね。何に乗り遅れたかって多分グローバリゼーションとかそういう大きいところにバーッと集まっていく力に乗り遅れたところは、あの私ちょっと和歌山に縁があって行くんですけど、北の方の和歌山ってもう終わってるんですよ。何の文化もないし、大阪の一部にとりあえずイオンモールに行ってみたいなベッドタウン、大阪のベッドタウン、和歌山県庁、あそこって大阪に近すぎでしょ、いやいやいやみたいな感じなんですよ。南紀の方はすっごい元気なんですよ今。で、なんでかって言ったら乗り遅れた人たちなんですよ。和歌山の中で都会に行きたい人たちは北の方に集まってて、そこは一緒に地盤沈下しちゃって今何にも残ってないんですよね。和歌山の南の方乗り遅れたところはあの枯れ木などとかね、あこう熊野とか元気なんですよ。そのぼつぼつ一人で町みたいな人が、文化みたいな人がいて、
なんかそれと同じようなのでいくと神戸っていうのは乗っちゃったというか、もともとがまあね開かれててグローバリゼーションここからみたいなとこですよね。じゃあみんながそうなっちゃうと神戸ってどうなんですか、元気なんですか、神戸経済的にっていうか何ですかね。福岡って日本の中で珍しくすごい今景気がいいんですよ。町おこし今もう全部福岡をモデルにっていう言い方してますよね。神戸はなんか中途半端にそれこそ遺産でね食べてる感じ。いまだにその靴とか作ってんですか。だいぶ減りましたよね。ケーキとかって美味しい？いやもう全然ダメでしょうね。神戸と岡本といえばスイーツの街。いや昔美味しかったとこあったんだけどなっていう思い出話になっちゃう。ああ、そこのね包装紙も作ってたのもね、バブルが弾ける日までね。そうですそうです。うん、なんかだからこうそれが観光できてもあのリピーター率が非常に神戸少ないんですね。だってあの偉人館ボレすぎでしょ。うん、高いね。偉人館っていういいものあるんだけど、中に入ったらよくわかんない、うん、あのこんな言い方したらあれだけど、素人さんの絵が展覧会が行われたりとか、こう全体のトーンがめちゃくちゃじゃないですか。めちゃくちゃですね。確かにね、別府の地獄巡りって温泉があるんですけど、はい、もうとにかくね、ゆるキャラに頼るのやめろっていう感じのゆるキャラ推しなんですよ。あんなに資源があるのに、なんでゆるキャラ推すんだっていう。せめて唐揚げとかね。そう、ね、血の池バーガーとか作ったりしてるんですよ。おかしいだろと。もうちょっと焦点当てるところ違うだろっていう、生かしきれなさは、もちろんどこの観光地もあるんですけど、ちょっとね、なんか異人感とかもったいないですよね。血の池バーガー以下だと。以下だっていう感じの、ちょっともったいないなと思って、せっかくいいもの持ってるのに。そう、なんか、ね、いいもの持ってるんだけど、生かしきれてね、その、おばあちゃまたち、ささめゆき世代が生き残っておいででいらっしゃるしね、あの、元気なところって、その福岡もそうだけど、あと例えば金沢とか出雲とかって今、移住者が増えてるところって、はい、あの、もともとそんなに町として余力がないので、一回ドーンって言っても、ここから、ね、下がっちゃって、ここから何とかして人入れないとここ町死に絶えるなぐらいまで行ってるんですけど、神戸なんかそこそこ人口もあるし残っちゃってる感じするんですよね。で、あのそんな神戸のおすすめの場所ってこうね、死に絶えた町に最後にこう拝みに来てくれみたいな話になっちゃうかもしれないんですけど。いやいや、でも人口規模があるってことはそう可能性もあると思うんですけど、うん、なんか皆さんもこういうところに来ると興味があると思うんですけど、なんか里山資本主義とかって言ってるじゃないですか今、うん、で、ね、経済評論家からしたらあんなのは幻想で、なんかこうどちらかというと、なんだろう、若者の生きがいみたいな、そのある種のカンフル剤になってるだけで、やっぱりある程度の人口集中がないとやっていけないだろうみたいな意見もありますけど、わかんないですよ将来は。でもどっちの方に自分が魅力を感じるかって言った時に、うん、今までじゃない方法の方が僕はなんか楽しいそうかなと思ってるんですけどね、うんうん、だから神戸も今まで株式会社神戸市でやってきたかもしれないですけど、その山を海へと行政主導でやってきたかもしれないですよね、うん、だけどそうじゃない流れがもしあるんだったら僕も知りたいんですよね、うん、海も山もあって、うんうん、これからじゃしょっちゅう来てもらう感じで家なくなっちゃったけど売っちゃったんですよね。売っちゃいました、うん、1億円で。あ、1億円で、さすが元お坊ちゃん、うん、いやもうそれも半年以下で本当に、うん、ああそうなんだ、悲しいですね。そんなの、そんな、そんなこうユンさん、だからたまにまだね、あのこっちに来られて、なんかこう岡本のあたりにやっぱりよく行ってらっしゃいます。そうですね。うちの親が、父親がこの間喋ってたら、岡本に行くのが辛いと、行かなきゃいいんですけど、なんで辛いかって言ったら、岡本の町から山を見ると家が見えるんですよ。はい、それを見るのが辛いって言いながら。家を売り払った後に何とか近くまで登っていったらしい。未練がましいな。なんかそれでもこうみんなにおすすめしたいスポットとかって、それでもっていうのもあれだけど、そんなこうね、あんまり楽しい思い出もない神戸ですけども。いやいやいや、初恋も神戸だったし。あ、そう、はい、ちなみに具体的な話聞いてもいい？大学生の頃ですけどね。あ、遅っ。遅いでしょ、僕、うん、お坊ちゃんだからね。あの異性だけじゃなくて、僕あの同性とも喋ったのって大学入ってからなんです
基本人と話したことがないんですよ基本的にインタビューは、はいはい、でたまたま高校の時なんかの友達一緒に帰ろうぜって言われると、うん、まあ釣り革汗がもうだら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 すごかったんですよ、はいはい、あでもそんなユンさんがもう初恋を大学時代に、はい、しましたね。でえまあそれはまあ短い間で終わりましたけど、ね、どこら辺で告白したとか思い出の場所、ごめん動画撮ってますけど僕はなんか大学のキャンパスみたいなそういう感じ。あちょっと神戸じゃない神戸西の目ですね。西のあのボーリズ建築に囲まれて、ああの学費のほとんどを維持に使ってる噂のあのあそこの哲学家のなんか芝生のあたりかなんかで、そんな感じですね。そうなんかでおすすめのとこ、あそうそう岡本、あ僕は岡本だったんですけど、天井川沿いに、はい、コーヒー館っていう、なんかとすごい普通の名前なんですけど、僕高校生の頃からそこ通ってて、はい、あのご主人というかオーナーの女性が、なんか宝塚っぽいんですよ、雰囲気があって、うん、僕、初めて、17の頃から通ってて、初めてその人と喋ったのが30ぐらいなんですけど、本当に喋んないのね。しかもなんか相手の人も僕に喋りかけないようにしたみたいで、30ぐらいになって初めて声かけられて、でそれ以来他のお客さんには見送らないのに僕の時いつも最後ドアのとこも見送ってくれるんですよ。恋？え？だいぶ離れてますけど今年は、はい、そういう感じがいいと思うんですよ。あの木のテーブルって言えばこんなに塚が厚いのってなかなかないと思うんですけど、塚っていうんですね、はい、うんうん、とかね、そういうレンガがあっていい感じ、うん、あの、あれですよね、ここにあの摂津本山の駅があったらそこちょっと西に行って天井川のところで北に上がるんです、ね、あの川の東側のところですね、はい、そう私もコーヒー館、コーヒー館にいい感じの、でこのじゃあ13年ぐらい経ったらこうね、そのオーナーの方が話しかけてくれる。話したのはめっちゃ気さくに。ああ、そうですね。なんか僕だけは。見送りはしないんですよ、岡田。あ、そうみたいな。見送られたらもうぜひユンさんにね、Twitter とかでついにコーヒーかで見送られます。僕の勝手な勘違いかもしれないですけどね。実は。あの、街、今、あの、ユンさんね、あの、インタビュアーさん、はい、ちなみにインタビューを受けるっていうか、こういった対談初めて話を聞かれてるっていう。はい、そうですね、うん、そんなに喋んない人だったとは知らなかった、はい、だってね、就職するんだって難しいし、うんうん、僕も派遣労働やってたことあるんですけど、おえどんな、いやもういろんな現場で、うん、やっぱあの時代って自分に能力がないと思っちゃうんですよね、あ自分を責めるみたいな、でそういうことも経験して、うん、普通にエントリーできない世界、あがき続けてそこにチャレンジしようとしてる限り生きていけないじゃないですか、うん、どんだけ働いても10万もいかないみたいなね、うん、じゃあそれ以外のオプションが見当たらない中で、うん、うーん違うやり方がきっとあるはずだと思うんですけど、うん、都市って人がいるんだから、うん、その人と人をつなげればなんかすごくなんか臭いって言ってますけど、いやいや、うん、なんかそのネットワークってあると思うんですよね、うん、東京ぐらい大きくなるとちょっと分かんなくなると思うんですけど、うん、身近なあいつにこれ聞いたらとか、うん、あのいろいろなこう本当は間に知恵がいっぱい詰まってると思うんですよ、うん、それがね発掘されさえすれば、うん、あの生きていけるようなことってあるんじゃないかなと思うんですよね。そのこうね、神戸って一人で街であるみたいな、そういうこう150万もいるんだったら、はい、そんな人もいるはずで、そこにこうそこにも知恵がある、あるじゃない、じゃあ私はこういう仕事してますけどっていう、その裏返すとなんか違う面を持ってる人間ともあると思うんですけど、うん、それがその表が綺麗なだけにそれを出してないだけで、みんな、うん、その裏側を、ね、見た時に、うん、それって震災の時とかこう、うん、なんかピンチになるとみんなこう出すでしょ、うん、はい、その人を助けたいとかいう気持ちになるじゃないですか、うんうん、もちろんそれだけじゃないとは思うんですけども、はい、そういう時のこのだって今こう結構ピンチな時代でしょ、うん、今ピンチですよね、本当にピンチですよね、だったら、うん、そのなんか自分を差し出すっていうか自分ができることを、うん、この間に
置くことで、うん、それだったら私できますよとか、うん、なんかそういう形で協力したって生きていくって、うん、できないかしらねと思うんですよ、ね、できないかしらねとちょっと半身感っぽい言葉に、これがなんかね、アメリカとか、はい、もし僕国際協力関係のインタビューしてることあるんですけど、いきなりそのファシリテーターみたいな人がいて、はい、もうかっさらっていくわけですよ。そういうシステムを作って、うん、死なないシステム、仕掛けを作るっていう人が現れるんですけど、うん、だから日本の場合あんまりそこがちょっとこううまくいかない、うん、かといっても昔みたいなこう世間っていうか、そのね、そういう、うん、あのそれも機能してない、うん、だからもう家庭単位でぶつ切りになってて、うん、わかんなくなってるじゃないですか。家庭の中もぶつ切りになってますもんね。うん、人とまあまあ私もね、あの、まあ、なぜ私ほら九州でこう機微とかが分かんないで雑なまとめになるんですけどまあなんか町神戸をっていう前に、まあ、そこにもそういう人はいるんだからつながっていってみれば、そこで生き返っていく、生き返っていくというか、都市これぐらいの規模になると、うん、あの僕今はね住んでるところって、うん、福岡も150万ぐらいかな、150万ですね、で、うん、花粉症対策でこの間まで、ね、断食してたんですよ、1週間、で断食してたことをなぜか、僕の彼女に喋って僕の彼女だけ知ってたはずなんですけど、なぜかマンション中の人が知っててそのなんかだけどそれが嫌な噂話じゃないわけですよ、うん、なんか真似できないですけど、その断食してんだってねみたいなこの博多弁で言ってくるんですよ、うんうん、でなんで知ってんだろうっていう感じ の、 その嫌な噂話の立てられ方じゃないって気にかけてくれているのかよくわかんないけど、うんうん、僕のことがマンションで話題になってるみたいな、うん、そういう感じで気にかけてくれて、うん、なんかこれ作ったからみたいなのでくれたりとかするわけですよ、うんうん、それぐらいの緩い、緩いやったらいいなって思う、うん、これがでもきついところは嫌ですよ、なんか噂が立って、そうね、ちょっと聞きましたみたいな、嫌じゃないですか、ね、何の宗教かしらみたいなね、うん、なんか都会って多分スペースがあるから、そこぐらいのね、あの連帯っていうかつながりってできるんじゃないかなと思うんですけどね、ちょうど今がそういう、あのまあ多分街のサイズとしては神戸自由度が、うん、あるんじゃないですか、ね、それでほらそういう変な人に自分もなろうと思ったでしょ、今からどうするんですか、あのそのこういう服作ってる人みたいな人に、はいはいはい、だからあの都市と僕あの震災以降に、うん、とにかくか水がいいところを探したいと思って、うーん、ほら六甲の美味しい水、六甲の美味しい水、うん、とか、うん、なんか僕昆虫採集もしたことないんですけど、はい、もうちょっと山の方に暮らしたいとか、うん、とかね、六甲さんなっていうかこう、うん、自分が食べる芋ぐらい、うん、僕ハーブも枯らすぐらい、ハーブってなかなか枯れないでしょ、うん、だからハーブ枯らすぐらい緑との付き合いもダメなんですけど、うん、でもなんか玉ねぎぐらいだったら作れそうかなとか、ほら、うのべきハーブ園いや、あの、ユンさん噂によると、はい、ちょっと福岡を離れるかも、ああ、そうですね、なんでやっぱりこうあんまりみんなが今回九州弁でこうどげんちゃこげんちゃ言う件がめんどくさくなったみたいな、そうなんじゃない、いやそうじゃなくて、うん、博多ってちっちゃい東京みたいなもんなんで便利だし、空港まで10分で行けるんですよ、そうそう、めっちゃ近いですよね、うん、見上げたら飛行機の墜落が見える、うん、いつも本当に近い、近いし、うん、どこ行くのも便利で問題ないんですけど、うん、あの東京と暮らしてると変わんないんですよね、でも、うん、だからもうちょっとこう土っぽいところがいいかな、うん、いいんじゃないですか、神戸、神戸どこがおすすめですか、ちょうどね始まって1時間ぐらい経って皆さんもお疲れと思う、あの休憩大丈夫ですか、なしで、あのじゃあユンさんにですね、神戸に引っ越してきたらっていう、私今からこうプレゼンをみんなでしていければなと思うんです、この人めっちゃ面白い、めっちゃすごい人なので、いれば、なんかつなげる人、インタビューする人、今インタビュー800人以上、800人以上、あと自伝出したい人がいたら、あ、ゴーストライターも彼していまして、すごい、だからあのね、ベストセラーだし、あのでもこう、ね、某宗教、あどいやいやあの、そういうのではなくて、ちゃんとしたゴーストライター、ちゃんとしたゴーストライターですよね、はい、ちゃんと話を聞いて文章にまとめる、だから喋るのあれだけど書くの苦手なかった、これでも動画回ってるところで僕こういう人のゴーストライターしましたっていうのは言えないですよね、公開されるんですか、どうしましょう、うん、
どうしよう。いや、まあ、もしそうですね、できれば、まあ、限定にはなるんですけど、はい、まあ、公開。じゃあ、まあ、何のゴーストってない。いろいろ、まあ、ゴーストな仕事もされてる。そういうね、力が終わりで、まあ、なんせ面白い人なので、私はもう勝手に神戸に来てほしいんですね。で、神戸で、なんか玉ねぎが作れて、ハーブ枯らせる人でも玉ねぎが作れて、どのぐらいだったら大丈夫なんじゃないかと思ってるんですけど、ネギとかね、岩津ネギ、あ、それちょっと上だったかあれ、何、岩津ってどこ、あの、朝子ちょっと遠いね、朝子だったらそんな断食してたらもう村中が、唐辛子とかぐらいだって作れますかね、唐辛子、生姜とかぐらい、生姜ぐらいだったらって作ったことないんであれですけど、うん、これだから、マヤさんね、ちょっと内海さんいらっしゃいますけど、マヤさん冷水の山ですよね、山、はい、あのお釈迦様が産湯を使って今もコンコンと水が出てドラゴンがおいでねっていう、寺しかないですよ、住むに住んだら国立公園内なのでゲリラ的にこうテント張って住んでいただく分にはゲリラ的に開拓してますよね、あれ畑も市民がこっそり作ってますので、なんかね、やっぱり食べ物とかもう年取ったのかなと思うんですけど、あ、そうかもね、水とか食料とかなんかでもね、私あの東京に6年いて、うん、スペイン10年いて戻ってくるときに関西選んだのは、あの東京は30代でいる街じゃにゃいと思ったんですよね。20代の時は一発ね、ちょっとそういうなんていうの、人間の欲望が作ったものの中に身を投じてみようかと思ったんですけど、もう体の無理きかんなと思って、神戸に来たのは山と海があるからっていう、本当にそれやったんですね。町で山と海がある、うん、東京に行きたくて行ったわけじゃないんですよね、本当。あら、そうなんです、うん、だから、パチンコ屋さんに就職したわけもなくて、うん、焼肉のタレにジャンを作っているボランボンに就職して、はい、そこの出版事業部に行きたかったんですけど、うん、君は哲学家だし、うん、これからのパチンコには哲学が必要だからっていうことでパチンコに回されたんですだけど僕はパチンコやったことがないのでボランボン面白いね、うん、で毎日来るんですよ、お客さんが。ありがたいことなんですけど、はい、あの開店から閉店まで。そうですよね。で、うん、結構鼻が赤くて、もう前歯がない感じの人たちがいて、その人のおかげで僕はお給料いただいてるんですけど、はい、どうしてもこうリスペクトする気持ちになれないんですよ。なので、でもこんな不健全な状態でお金もらっていいとはダメだと思って辞めたんですけど、うん、ですぐ帰ればよかったんですけどね、神戸に。でも、うん、なんか、もうちょっとぐらいいろうかなって言ったらもう10年以上、うん、20年いっちゃってみたいな。まあ風もいたりで。まあでも面白かったですけどね。多分今だったらそのパチンコ屋さんに来る常連の人たちを見る目もちょっと違う。全然もうウェルカム。ウェルカムね。私あの神戸に何も知らなくて来て、最初あの不動産貸してくれるところが全然現地も見なくて、西岡本1丁目に住んでまして、はい、最寄りが怒りスーパーっていうのを来てすぐ12月だって、怒りのクリスマスって書いてあって、何が起こったんだ、乱暴かと思って。本当にドキドキしたね。ね、あ、コンビニより高いスーパーなんだって生活苦しいっていうので、あの今奈良区に引っ越したんですけどね。娘の保育園が最初元山保育所っていう設置元山のすぐ上にあった岡本のあたりの人だけど、はい、でその後奈良区に空きがなくって、中央区やっぱりドーナツ化現象で少ないので、中央区の吹合保育所って春日の道阪神のにに行ったら、そこの先生たちにこう一回呼び出されました。うん、お母さん大丈夫ですか、え、何ですか、元山からおいでになったでしょ、もうだいぶね、こことは文化が違うので、いや、コーチ的なそうそう、びっくりされることが多いと思うんですけど、そう、あ、そういえばでもね、娘自転車の後ろに乗せて来てたら、娘が夏ね、あの見て見てママ、あの人ほら上着着てないよみたいな、まあ、阪神沿線、あ、そうそう、暑いからね、見て見ておじちゃんパンツも履いてないよとか暑いからねやるな阪神沿線と思ってですね。昔いましたよね、尼崎とかね。そうなの、あの靴履いてない人とかお腹出してる人、お腹、そう、いや本当に阪神の帽子かぶってる人ってコップ酒、あ、全部コップ酒飲んで着てないとか、あ、でも結構いましたよ。いる今も香港みたいな。そうそうそう、香港みたいですね。今も香港的なところ。香港的な要素はあると思うんですけどね。うん、そこをこう盛り上げていったらどうですか。ユンさん、神戸面白くしてよ。僕がですか。うん、つなげるし。
神戸のいいところって僕逆に聞きたいんですけど、皆さん住んでる人、あ、じゃあもうなんか住んでる方で神戸のいいところをじゃあ一言ずつ伺ってそうそう行ったら、なんかみんな誰も目合わせて、でもユンさんだって30歳まで人と喋ったことがなかったんだから、皆さんそれよりは喋るのお得意だと思うので最近おすすめのスポットって何ですか、神戸で。恋人ととかそういうじゃなくて、あの、なんかここが来てますね、あ、この人、そうそう、ジャーナリストだから教えてあげてください、神戸ここが来てますっていうのをぜひ。もうそれはゆうこちゃん仕事的にわかるでしょう。仕事的にプランニング、うん、プランニング会社がどうでしょう、ここ行ってみて面白いかも。神戸の人に勧めたら、もう違う、知らない人だったら、うん、さ、うん、東神戸に、だからあの生田川よりこっち、はい、その灘区って実はあの真矢さん、六甲山、三条全部灘区なんですよ。神戸じゃないですけど、明石ってどうかなって最近思うんですけど。明石出身の方おいでですね。明石どうなんですよね。明石どうなんですか。そうじゃないですか。行かないが美味しいし。うん、あと明石、明石あたりの人、向こうやったら出ませんよね。僕ああいう町に行って、あのこの間ちょっと明石行ったんですけど、あの明石って町割りって武蔵がやったんですよね。え、何それ。城下町の設計って宮本武蔵、宮本武蔵がやったんですけど、あの町名、あ、そう、あ、そう、空襲受けてるからちょっとはっきりと分からなくなってますけど、ああいう町名とか見るとなんとかなんだっけ、人丸なんとかとか、そういうやつ明石、うん、じゃなくて明石城にある明石ですね、はい、町割りとか見てると、うん、ちょっともう接近して匂いを嗅げば江戸ぐらいの感じを感じるんですけど、この人匂い嗅ぐんですよ、街で本当に匂いがあるんですよね、全部ね、街で、あるある、うん、でそういう街っていいなと思うんですよ。うん、え、明石の街とかは、そうですよ、だから結構空襲でもうその、うん、その当時のことは分からなくなってるんですけど、うん、なんかね、そのこの城下町って天気、あの、まあ最近では分からなくなってくる、折り曲がったりしてる道路っていうのはかすかに残ったりするわけですよ。そういうのを見るとグッとくるんですよ。なるほどね。そうそう、なんかそういう街の匂いが残ってるところっていいなと思うんですけど、うん、なんかこっちの辺で残って今はもう匂わない、あんまり。難しいですよね、なんかこう港川の戦いって言われてもねもう分かんないしね。まあね、日踊り越えってなかったっていうしね、うん、日踊り越えなかったの、日踊り戦いはあれはもう講談、そうなん、作り話、ゴーストライター断言。いやいや、あれは義経やってないっていう。あ、そう、超えなかった、義経、夜鳥なんか。夜鳥なんか超えなかったらしいです。あ、そう、大河ドラマも、ね、まあ、作る、まあね、あの、日本書紀だってなんだって作り、フィクションだからいいんだけどね。そう。でですね、あの、やっぱ水道筋あたり匂って、ちょっと、じゃしばらくいろんなとこ匂ってもらって。そうですね。海洋文化圏なんですか、やっぱ瀬戸内の。海洋文化圏なんでしょうか、どうでしょう。こう、うん、それはそうでしょうね。僕あの石川直樹さんっていう写真家の方に取材した時に、うん、あの人岬とか島とか行くんですけど、うん、こういう自動モータリゼーションが発達すると基本的に内陸に目が向くじゃないですか、もう、うん、だけど昔は、最先端が今の岬だったんで、うん、島は今から見たらもうすごい偏僻だけど、うん、ハブみたいな、ハブどころじゃなくてこう最先端の情報が手に入れるところで、まあ僕らも分かんなくなってるけど、動力がなかった時代にはこの潮に乗れば確実にあそこにたどり着けるっていうことを分かってた人がいるとかしたら、もうハイウェイだったわけですよ、うんうんうん、そういう目から見た時に全然こう実は岬と行けてるとか、うん、そういうのも名残が残ってるのが見えるんですよね、彼は、うんうん、でそういう話を聞いた時に、うん、そういう目で逆にこう神戸を見た時に、うん、昔はここが栄えてたんだけどとかってスポットってあるのかなと思うんですよね。あ、なんか昔はね、まさに灘も南の方にすごくこう、何、花町じゃないですね、花町でいいのかな、うん、があって、あのやっぱりあそこに一番高級、そのあだから、ね、お坊ちゃん割と最近の成金じゃないですか、はいはい、その手前は海側がすごい一番お金を持って、ね、あ、ご存知で、うん、があってとかっていう、それが一回今上に上がってまた降りてくる感じなんですかね、不便だから降りてはこない、なんかね、灘区南北戦争っていうのがずっとあったらしくって、
ちょっとだけ喋って。長く南北戦争。浜の人間は山をやるし、山の人間は。ああ。僕は阪神沿線です。みんな裸の街なんで。やっぱりありますね。阪神電車臭いとかになるから、南北問題が。だいぶ差別。でも昔はそっちが、まあ、本当に豊かだったの、まあ、豊かな人が住めたのも浜の方だったっていう時代があるんですよ、ね、儲けて下で儲けて上に家を買うと、で下を見下ろすところに家を住むけども、儲けるのは下で儲けるみたいなのがあって、だから岬があるんですよ、岬のところで花町があるんです、そこで120軒ぐらいを家を持ってやったの。っていうのは阪神の岩屋、あなたの、はい、あの大花町、そうなんですか、うん、すごいこう板塀がこう、あれして松の木が並んでみたいな高級な、ちょっと石臼とそれこそ町の匂いちょっと残ってる、そういうコンセプトは、今ちょっとラブホが並んでる感じですね。時代の小鉄町ってありますよね、芦屋の方ですね、あ、うん、すごい名前だな、そうそう、すごいです。あれもね、昨日ね、その話ちょうど聞いたけども、何の話だったか全然覚えてない。なんかこう、他にあの神戸、この辺りあの行ったら面白いんじゃないかっていうのを、どうなんですか、どうなんですか。あ、もし、はい、ワイガツさとか、はい、そういうのがまだあるっていうことだったら、うん、長田は、東京の長田は、まだ、すごくワイガツだと。うん、あのいや私住んでないんですよ、私住んでるのは芦屋浜なんで全然違うんですけど、うん、あの町の人とこう関わりながらするっていうようなちょっと感じに関わったことがあって、うん、怪しげな場所とかもありましたし、うんうん、元小学校のところで小学生たちがみんなこうごちゃになって遊んでるんですけど、うん、それも自分たちでルール作っていろいろ遊んだり、うん、やんちゃっぽい子もなんかいろいろ混ざってるんですけど、うんうん、遅くまでおって迎えに来たお母さんにもっと降りたいからおろうやとか言ってもそれも9時とかまでいたりとか、うん、駅の周りの雰囲気もあの震災で焼けた町もあって、うん、その復興の仕方がやっぱりそのうまくいってるかいってないかみたいな話がまた自体もあると思うんですけど、うんうん、それとは少しその、うん、それとまたちょっと違う観点で、うん、町の人のそのどこ生きてるかっていうか、うん、それはすごくそれこそその綺麗な三宮元町、まあ本当に綺麗かあれですけど、みたいなと違うどっしり生きていく感じとか、うんうん、子供が親の言うこと聞かない感とかもすごいですね、確かにね、あのあたりにね、すごい、みんな多分強い、うん、ジャージみたいな感じでしょ、もういるし、多分そうじゃない人もちろんいるんですけど、うん、とか、案外もともと港として強い町、うん、で、浜の方まで行ったら、本当に漁師さんが、なんかちょっとこう、なんかこう休憩したりするようなスペースがあったりとか、うんうん、面白いなと思いました。あれですよね、沖縄の人ってめちゃめちゃ多いんですよね、あの、神戸ってね。で、長田に大きなコミュニティというか、あれがありますもんね。あと、すごく外国人の方のコミュニティ、ベトナムの方だったり、うん、アジア系のいろんな移民の人が来ている、うん、あの、うん、自分が住んでなくて言うのあれなんですけど、うん、いろんなコミュニティの人がいて、なんかベトナムの人がやってるそのセンターがあるとか、うん、こう、ミャンマー料理屋さんがいて、旦那さんミャンマー人ですとか、うん、いろんな人とか、多国籍な街っていう面白さも、ある観光地の人がいたりとか、うん、匂ってきた、匂いがしてきた、なんか丸子商店街っていう商店街にその詳しい人に連れて行っていただいて、うん、行った時にだからそのもうシャッターを下ろしてるようなお店もあったり、うん、そのところを空き地みたいにして開けてる場所もあり、うん、なんか戦国商社なんで、うん、なんか変な戦国社からいたりなんでやねんとか思ってするんですけど、うん、美味しい店と安くて多分僕昔からやってる店とか、うん、市場っぽい雰囲気であるなかなかやっぱその市場みたいなものって最近見れない、震災の時に潰れたりとかあって、そういう風情がすごく廃れそうなのか、すごい白く生き残ってるのかみたいな。私も鳥取協会のところにあるコミュニティラジオでずっとお仕事をさせてもらったりとかもあったので、長田はすごくしぶといなっていうのが、来る？神戸、いや、六甲さん、あの、玉ねぎ作れればいいんでしょ？そう、淡路島行きますよ。淡路島はちょっと遠いから、やっぱりこっちに来てますね。まあでも、なんかリサーチしてみたいですよね。とにかくまだ決まってないんで、とにかく次のところ。うん、
福岡ちょっとミニ東京だった。ミニ東京ですよ。すごい便利です、うん。福岡の人も言いますもんね。福岡の博多のいいところって便利なのとご飯が欲しいところだけって。ああ。他何って言ったらなんかないみたいな。確かにね、あの人が集まりすぎると薄くなってないみたいなのは、私も長崎から毎週末にカモメ族に行って、ね、あの福岡に遊びに行く高校生だったんで。だから今観光客、中国人とか韓国人とか、タイ人も結構来てますけど、うん、まあ、買い物がメインみたいですね。あ、まあ、たま、まあ、太宰府に行ってみたいなぐらいですかね。うん、ちょっと梅貝餅食べるぐらいの話ですね。うん、カフェなんですけど、菅原さんで。菅原文太さんって最後、福岡で。過ごしたんですよね。嘘、あ、だって東北の方でずっと米作ってたんでしょ。いや、もう最後は福岡ですね。え、で、亡くなったんですよ。そうなんですか。なんで福岡を選んだんだろう。なんででしょうね。太宰府で、ま、あの指揮してらっしゃる人、あ、だから菅原だからかなって思って、全然関係ない。なんかあのついでにこう、これだけたくさんの方を取材されてる人、全く神戸と関係ないんですけども、はい、一つはちょっと私のすごい興味で、そんな口下手だったユウさんがなんでインタビュアーになったんだというのは、それは、たまたまっていうかリハビリですよね。簡単に言うとリハビリですよね。はい、はい、終わりを簡単に言ったな、ご自身の治療、実は僕は治療と思ってなくてやったんですけど、喋んなきゃいけないとは思っていた。つまり精神科医の名越康美さんに言わせると、はい、うん、あんたの病気は自分が病気だと思ってないことやって言われたことなんですなるほどね。つまり病にならないっていうことが最大の病って言われて、うん、で僕にとってその、うん、一番嫌なわけですよ。その人と心って何とかいう世界じゃないですか。でそれ僕の世界だけど、心って何とかいう世界なのね。そのなんか視線を合わせることができないし、喋ることもできないし、うん、挙動がおかしいんですよ。おかしいですよね。これでもだいぶこうヒューマンっぽくなってる。ヒューマンっぽくなってる。あのなんとか人間ないって言われてるんですけど、はいはい、あのとにかく最初はもう本当にひどくて、うーん、すごい性能の悪いなんかロボコップみたいな感じなんですよ。うん、あのルンバみたいになんかぶつかっても動かないみたいな。それが、うん、なんかこんなことではいけないっていう命令も一つあるわけだよ、自分の中の、はいはい、何々せばならぬみたいな、うん、でこのままだと僕は本当に、うん、本当にデクノボーだと思って、うん、でこれは何とかしなくちゃいけないと思ったら、うん、たまたまその知り合ったそのライターの人にやってみないかって言われて、うん、やったら、いや、やってみたら全然向いてないって言われ続けたんですよ。そうなんですか。ずっと、はい、うん、でも力の抜きどころとかよくわかんないですね、ユンさんね。わかんないですね、うん、すごい質量の、私もでもそれすごく似ていまして、全部これテープ起こしちゃうんですよ、90分。あ、やんなくていい、あのそこまでやらない人も多いんだけど、これのね、書くのに。でもこう、なんかそこまですくい上げたいというか、言葉に対する思いが強いというか、なんか僕はなんでかって言ったら、僕取材中にメモ取れないかな。そんな理由。あのなんでメモ取れないかって言ったら、メモを取ったらその押し黙った人間が目の前にいるって気持ち悪いでしょ。だからそんな感じなんですね。向いてないっていうことは、いまだに向いてるかって言われたら向いてるとは思えないんですけど、向いてるか向いてないかっていう、だから仕事かって言われるとよく分かんないんですよね。これでご飯食べられるのが不思議なんですけど、人の話聞いてご飯食べられるってすごいですよね。うん、しかもそれが人の話を聞いているように見えないって言われるんですよ。しかも自分でも向いてないってみんなにも言われる。治療行為。治療行為。治療行為に付き合わされてるわけですよね、うん、でもそれがお金になって、まあでもあとは本当に玉ねぎを作るぐらいですよね。やってね。でもその人の話って面白いんですよ。あの、うん、なんていうか、あの、みんな本当にそれやってると思うんですけど、僕はその人と話ができなかったっていうところから最初スタートですけど、多分子供の頃ってみんなが逆のことやってて、うん、だんだんこなれて相手はこういうことを考えてるっていうところから始まるんでしょう、うん、でも僕の場合それがなかったので、言葉を人工的に使うってことだったんです、うん、言ってること分かりますか、うんうん、僕の中ではなんかこう日本語のスイッチを押しますみたいなボタンがあるんですよ。そのスイッチを押してもうまくならないんですけど、うん、極めてこの
人工的に言葉で人と、うん、結び合わないと、うん、自分の生命に関わると、うん、っていうことで使い始めた時に、うん、相手も多分新鮮な思いがするんでしょうね。なんか新鮮でしょ見ててペラペラ喋る人じゃないし、そうすると相手もなんか今までじゃない感じで喋ってくるんですよ、うん、それが多分なんか、ね、浮き上がるんですよね。これね、お話し聞いてこの人自体が本当町っていうか得意点というか珍しい人なので、やっぱりユンさんにはもうぜひ神戸奈良区にも限定で来ていただきたいと。みんなで熱烈なラブコールの今日は拍手を送って終わりにしたいと思います。はい、どうもありがとうございました。